どうもこんばんは邦尾ですさあ本日は2020年の6月の16日ねもう一晩明けているいつもの展開ですけどハロードリー11回目放送の今日はまあレポートと申しますかいつも通りですけどもこんな感じだったよそしてどんなことを思ったよっていうのを進めていくそんな動画になりますえー、と国尾チャンネルの方は毎度ですけどもハロプロの様々な話題ほぼ毎日 えと取り上げて皆さんとこういう時間を共有していこうと思っておりますので是非チャンネル登録の方もご協力お願いしますでは早速いっちゃいましょうえっ、ー、とね今回まあ触れ込みですねいつも通りえっ、ー、と今夜は研修生同士のコミュニケーション先輩メンバーの知られざるエピソードもということでスタートしておりますでステイホーム期間のコミュニケーションを報告しているコーナーからですね えとどんな感じだったかというと斎藤まどか米村きらら石栗かなみそして久保田ななみで4人でなんかグループメールをやってるそうなんですね。で斎藤まどかみんなと電話してると何時間も電話してるんだとそういう主張。できららは「内容はラジオどうだったハロードリー見た?」とか。 話してるけどもまあちょっと一人いつもですけどもねお姉さん的なところに行ってるような感じがあるんでなんか中学生高校生ぐらいのところでリーダー気質のあるキララというのがどんな話してるのかなというところなんか想像もつくような気もするし全くわからないような部分も同時にという。 ね、なんかそそのいいいいね <laughs> そうううふうに思いましたで石栗かなみは、えー、ここでね真面目な話やたばいのない話もと言いながら変顔自撮りを送り合うというふうにいいお話しし、まあ、番組中にその自撮りの顔でしょうねを映していくそんなような感じも見受けられましたね、うん、まあ等身大の女の子の感じですよどの時代も変わんないのかもしれないですけどねそういうの見せてもらえるっていうコーナーでしたね で久保田七海があの話している内容がどこのステージに立ちたいという話をしていてこれキララとらしいんですけどまあ自分は久保田七海ちゃんは武道館に立ちたいでもキララはドームに立ちたいというようなことを話していてまあ最終的に一緒に頑張ろうねってなっているような話で。まあ夢は大きくそして ハローをねねやるわけですから、ね、そのハローの想定の範囲内とその先を行くというところの話この両方がなんとなく本人たちの個性が出てて面白かったような気がしました。ね、で次のポイントまあこの今回のところでポイント僕2つあると思っていて1つ目のポイントはここになります。えっ、ー、と中山夏目と山田一号が何て言うんですかいわゆるリモート通話テレビ電話ですね っていうのをしているようなコーナーがありました。で、ここ注目でした。まずね。どんな内容だったかお話しします。えっ、ー、とダンスの相談をイチゴにしてるらしく、イチゴは無駄な表現があるって。自分はあの伝えているんだね。だけれども、割とこのいちごの感じに発見があったって感じですね。まあ、動画ツアー自体が可愛かったっていうあるんですけど。 まあ、無駄な動きや実力診断の悩みを中山から山田に何でも相談できる仲だというふうに話しているんですよ。でここで、えー、っと一言も「夏目になら何でも相談できる」というふうに返してるんですけどこのうそのうしさを確認するシーンでここのやり取りというのもも,もちろんあれなんですけど気づきだったんですけど一言の僕佇まいがうんなんていうのかなこ,こういうシーンでこういうこな 感じでやってんだなってところ、僕ここまで山田一郎を見てきた気になってて知らなかったんで、彼女の一番知れた。素顔としては収穫のある感覚だったですね。まあ、もちろん、夏目も何ですかね。素朴な感じ。そしてちょっと何て言うんですか？等身大な感じ。アイドル中山夏目じゃない雰囲気は出て、それも発見ではあったんですけど、特に山田一郎がっていうことをお伝えしたかったですね。なんか僕が嬉しくなりましたって話でした。 じゃ、続いてまいりましょう。あ、これでね。番組自体はちょっと違う構成なんですけど、最初に研修生の方だけお届けするっていう風にしてみたいと思っていますので、続けます。えっ、ー、と都内在住の2人ね。ま症、あ、状らしい話をするということだったんですけど、橋田ほのかちゃんと北原桃がね対談をしてるんですね。で。 この北原の可愛い謝罪もあったんですけど、まあ、今の中学生ならではの本音でんなう橋田は受験生のリアルな悩みで、えー、優等生感が出ててよかったなって個人的には思いました、まあ、勉強できる雰囲気っていうのがね,ねこの「まあ、モモモも学校の先生の重要性の話」などしてたり 日常というのがイコール学校であってそこに対して、まあ、勉強当然重要ですよねその勉強ともちろん研修生との両立というところの狭間までその感じというのが出ていたまあ僕この表情を見せるというところはいい企画だったんじゃないのかなっていうのは思いました対談というのとどういうふうになるのかなっていうふうに思うんですけど素顔を見せていくというところがポイントなんでしょうねそんなふうに感じています さああじゃあ続いていきましょう、えー、と現役ハロメンですね今日は笠原桃奈河村彩乃が出てたんですけどまず笠原桃奈からいきましょうハロプロ研修生時代の思い出で小6で研修生に入り母と両親に対する感謝を語るという感じだったですね実力診断2回の話もしておりました まあ、両親への感謝というのが言える子に間違いはないというのは僕常に思っていて特に母親の方の話というようなのがなんか、うん、感じ取れたような雰囲気だったですね,ね。僕はこのお、まあ、モ,モナの若い時から見ているというところで考えると彼女はアンジュルムでいうともうリーダー候補で間違いないと思うんですよ。まあ、どううしてかというとい アンジュルムに若い時に限りなく若い時に入り今までの景色というのはほぼほぼ2015年以降のアンジュルムの景色が見えている立場なはずなんですよねでそこで、えー、と今アンジュルム内でもポジションとしてしっかりあるというような,うなことだと思ってます、ねでえー、と彼女自身に僕どう見てるかというともう一個突っ込むと えー、歌とかダンスという面ではそつなくこなすんですけどまだ桃名自身がアンジュルムの中でここは絶対笠原桃名だよっていうところはもうワンランク上いけるんじゃないかというところがありまして、まあ、まだ若いですしね、えー、とそこを開拓するというこの1年2年ぐらいというのが楽しみになっているっていうのが、まあ、僕の見方ということでございます。 です。話進めていきましょう。で、えっと、愛しく苦しいこの夜にの歌唱シーン。これはまあ実力診断ですね。時の話ですね。あ話というか、映像ですね。実力診断の話もしてたんですけど、映像も流れながらというような感じでございました。で、研修生のアドバイスとして、えー、悩んでいる間は成長のタイミングを逃す。ライバルだけど、助け合う中で研修生活を頑張ってほしいと。 なんかこのねあの言い方とか目線 <laughs>、まあ、ももともとももな大人っぽいってなるんですけどすごく先輩前としている感じで心強いというなそんなような印象でした、ね、でえー、っと「川村綾乃」に行く前に現役メンバーが研修生になったきっかけというのを話すシーンがありましたここも4人でしたね、えー、っと山岸竹内金沢一岡というところでございました1人ずつ気になるコメントというところをピックアップしていきましょう えと山岸は受かったらハロプロの先輩のバックダンサーになれるなりたいと思い研修生を受けたということでございました、まあ、きっかけの部分の話ですよね竹内は小1からオーディションも34回くらい受けて受かったと、まあ、苦労したよという話でしょうでも小1からですから非常にキャリアの長い竹らしい一面そしてどんなふうな音を持っていて今の感じにつながってるかという、まあ、そういうところが表情いい口からも伝わってくる感じで。 まあ、竹好きな竹好きなと言ったらいいんですけど竹気になってる人には面白く楽しめる気になってなくても彼女は面白いけどねそういうようなシーンでしたで、金沢、ね、もう有名な話ですキュート好きでサイン,インポスターが欲しくてということで、まあ、カラオケ大会出て優勝した話ということで,ですよね、まあ、そこでしたで市岡小さい時にモデルになりたかったファッションショーの時にモームスを見たのがきっかけということでしたね <laughs> まあこの辺ストレートに、まあ、情報としては皆さん知っているところ古いファンの方知っているところあると思うんですけどもまあハロードリーを見ていて研修生に興味ある人には現役のメンバーがこんな感じだったよってところが分かるイントロダクションということでいいと思います、ね、で「リコリコ」2013年の映像に入りなぜか金沢と一億が動機を知り大爆笑するとね <laughs> あそれ大爆笑その武田ごめんねちょっとここら辺メモを読んでしまってるせいだ ね、リコリコ2013年の動画でえっ、ー、と金沢と一岡ねまあこう全体の流れで言うとあの四人の思い出話の中で竹がいちいち爆笑していくというような方向なんですよちょっと甲高い声でムードメーカーの竹という要素が詰まっていたって感じですねで一岡の研修生の長いキャリアに触れるまあここをねどどっちに取るかなんですけどこれで勇気をもらえる研修生とまあもっと他の 一応かじゃない他のところというのを目指していくっていうようなまあこれ変ですけどあの早いターンで金沢とかだったら23ヶ月ぐらいだったと思うんですよで一応かだとまあ4年以上というようなでどっちのケースにも勇気になるというような話をしていくということでの人選だったような気もしないでもないですね、まあ、そんな感じです でまあ、美容が具体的に決まるまでの2018年あたりの話ですよねそういうのも一岡はしていました比較的一岡にスポット当たってるようなそんな雰囲気だったですねで研修生時代に学んだこと一岡は5分前行動と、ね、で山岸さんといまだに呼ぶとも子をねリコ,リコリコは忍耐力がついた話、ね、思い出に残っている研修生時代のレッスン、ね、滑舌のレッスンというのを挙げていてねここを一岡が話してましたね 幼少金沢と竹がここも突っ込む流れということでまあ一応ですねで金沢が言う大地を感じなさい」というレッスンがあったとで歌の中でそういうことなん,かな,んかなんか僕はなんとなく分かってしまうんですけどでこのなんかみんなが分かんない分かんないって言ってる感じがここはまださすがに何ですか25歳金沢としては20まだ4歳ですかになってても。 同窓会に出ててあの頃のことを話すような雰囲気の女の子連中というか、うん、この感じはなんか好きで,好きですね僕はねまあ現役メンバーにももちろん思い入れあるからねそういうことだと思うんですけどね、まあ、ちょっと自分なりの気持ちが入りましたということですで竹内はお腹空いている時間はすげえ怒られるのでその時間はちゃんとやった方がいいっていうこのサボり根性がどっかにあるようなまあなんか竹ちゃんなりのやんちゃな感じというのは なんかム,ームードメーカーたるゆえんなんでしょうけどね、うん、こういうことは確認できるそんなコーナーでございましたじゃあ続いていきましょうえっ、ー、と2人目ですね今日はあの現役メンバーからいろいろアドバイスしてくれましたここそしてピックアップポイントです河村彩乃ね今日2つ目のピックアップポイント46億年ラブの映像から入りますで本当にいいことを言っていたんでここからのコメント捨てどころなしでした お読みしていきますねハロプロ研修生時代の思い出高校2年の夏に研修生になった発表会など限られた場所でのアピールを考え他の研修生に負けない部分を作っていく努力をしていた発表会のリハでは自分の出る曲以外の曲も覚えてリハに挑んでいた、ね、でこれどういうことかというとよくここすごく分かったんですよでどうしてかというと僕とかも何か人と競い合う時に何て言うんですかね誤解をしてるシーンでなければ いろいろ準備をして能力値以上のところでやっていかないと競い合った時負けるなっていうことだと思うんですよ。ですねで本人も先生に急なふりでもう出るチャンスが増える話があるからっていうことをお話しててこれは絶対あるんですよ。人って具合悪くなったり何らかの理由で時間通りにたどり着けなかったりさまざまありますよね。 そのアクシデントがあった時に便利屋という言われ方もあるかもしれないですけど言われたらとりあえず平均点ぐらい出せるよっていう準備を持っているか持ってないかで本当に見れる景色変わってくると思います。 まかくい僕もそういった代理のシーンというか、ここを穴埋められないで埋めてきて、自分のまあ音楽シーンで言ったらいろんな活動を広がってきてたような気がしました。まあ、昔で言えばバンドでまあギターを弾いたり、ピアノを弾いたり曲作って様々やってたもんですから、ちょっとここ足りないよ。っていうところを埋める。まあ、最初ドラムだったんですけど、ドラムなんかいい例だったですよね。ドラマ足りないとこばっかりだったんで。 まあそこでバンドマンとしてのキャリアを積んだり経験として自分の中で流れていくものが変わることによってもともと自分がやりたかったポジションに帰ってきた時に生かされていくという発想が広がっていくというようなことだと思うんですけどもまあそれと似たようなこと、まあ、この場合はカームの場合はチャンスの話をしていると思うんで、えー、トライアルの機会が増えるそしてそこで先生に認めてもらってより有効な関係1個進めていくところの速度が速まるというような意味だったんだと思います。ね、そんな感じだと思いました で続けてなんですけども無限クライマックスのシーンこれは2017年の実力診断の話ですね、まあ、こういうところの映像が出て僕なんか久々に思ったのはカームかなりスラッとしたというか変ですけどあのすっぴんに近いメイクという言い方をしたかったんだけどでそこのカームはまあ相変わらず昔思い出す代わりに似てる感というのところですかねも、まあ、あるし からまあ、カーム自体の初々しさも感じますしねなんか懐かしい雰囲気ですね、まあ、今はもちろん、ね、アンジュルムで先ほどのモモナも言いましたけどカーム重,重要なポジションでもう限りなく首脳陣に近い <laughs> という言い方にしますかっていう子ですからね。ね この子はでも深いよね。まあ続けましょうちょっと, <laughs> えと。えっ暗なんでいつもと違う空間で緊張するこれ研修生に今アドバイスをしてるシーンに入りました。で初めての実力診断で緊張しそうな研修生の子は部屋を明るくしてカメラがある位置に光を置いて光を見てパフォーマンスをする練習をするといいよと。ね目標を持って今できることを練習してほしい応援してるこういうコメントですよ。 もう素晴らししいでしょこれね普段要約しながらお話しするんですけどほぼほぼもう言ってることあの贅肉そぎ落とされてるコメントなのでそのままに言ってみましたここれポイントね大きく2ついいところがあるんです一つは日常のルーティーンの中で直近絶対気になっている実力診断のところで何をしていいかって先輩なかなかこういう具体的なところっていうのをその人その人の個人の感情は今まで言ってきたと思うんですよ。 でも河村への違いますね。全員が試せる。しかも具体的その考慮的な部分であいつもと違う自分になっちゃってわちゃわちゃしちゃうあったんでしょうねですからそれを研修生には避けてもらいたいという意味で非常にいいアドバイスとされってましたで最後の部分ですね目標を持って持つのは重要でも今できることを練習してほしいということを。 よくここで言いがちなのに今できることをれっていうのは抽象的になり分からなくなるんですけれども今できることを練習しろということで確認の強さというところ確認の重要さというところ、ね、ここを強調している言葉だなと思っていてまあさすが綾音がサブリーダーにどんなキャリア関係なくも否定したくなるだけの女性というのが。 こんなところでもずくさずさっとくるという感じでございました。ねえカムいい女性カ村ムいい女性ですね。そんな感じです。じゃあそしてハロプロ研修生に戻りましょう。えー、と今回は表参道英語ですね。つむく3曲ですね。のライブパフォーマンス今年の冬ハロコンの映像ということでしたね。ねこれもうハロドリのおかげでねかなり感情移入できている研修生を久々に見るということになってますから。 改めて今見ると個人のパフォーマンスで応援したいところっていうのがなんか整理して見えたので、まあ、ここ高まってみましたね。で僕はまあ録画して見て見たと思うんで 1>, 1人ずつ話すとちょっと長尺動画になってしまうんでなるべくこの辺にしとくんですけど大ききなポイント今2つお話ししておきましょう研修生の去年のパフォーマンスというところと今年のパフォーマンスというところ大体3ヶ月ぐらいの中での成長ですと体のポジション取りととと止止まれる止まれれるないというところですね広いステージの中でポジションの取った時に動くこと動きの大きさというのは僕さほど違いは感じないんですけども。 止まるとところいいうのは皆さん意識がししっかりしていて全体の絵というところが比較的去年の映像から比べてもきれいにまとまっているんじゃないのかなというところが前回前々回のハロドリの時の映像と見比べてみると分かりやすいのかななんて思いました、まあ、一概にね、えっと、このシーンこの曲だけそうなったかもしれないですから全体として一概にこうだということは言えないのかもしれないんですけどもハロドリの中でお話をするもんですから。 そこで切り抜いた絵ではこんなような感情になるというお話でございましたねさあじゃあそんな感じで次回のハロドリはさらなる研修生の対談小野田花りと松原ゆりやの対談は確実なようです、ね、秘蔵映像もということでさあここ2人佐々木梨花こと山崎芽衣パンダさんパワーですよ、ね、パンダさんパワーですよ <laughs> が登場ということなので今回あ次回か12回目も見逃せないぞということでございました という感じで今回ハロードリの振り返りをやってみました。皆さんも、まあ、番組まだ見てないって方さすがにいないかもしれませんけども、さまざまなハローの角度、研修生の角度を改めて追っていく、そんなコーナーも楽しんでいけたら嬉しいと思います。ではまた会いましょう。国のチャンネルでした。登録もよろしくね。またね。